日あるあるザリガニ。どうもザリガニでーす。はい、ということで今日はね、YouTube でめちゃめちゃやってよっていう声が多かった、同担拒否あるあるをやっていこうと思います。同担拒否って何なのって方のために簡単に説明すると、俺は岸くんのことを推してるんだけども、俺と同じように岸くんのことを推してる人を拒否すること、ちょっと無理っていう人のことを同担拒否って言います。そんな同担拒否の中にもね、めちゃめちゃあるあるがあるみたい、あるあるがある、あるあるがあるので、今日はそちらをやっていこうと思います。よかったらね、動画最後まで見て、いやいやザリガニョット、それだけじゃなくてこんなあるあるもあるんだぜってものがあったらコメント欄でね、同担拒否のあるあるよかったら教えてください。ということで同担拒否あるあるやっていこう。新規やにわかにイラッとする。マジ最近のザリオ優勝してる。ビジュアルがあ、ザリオくんのこと好きなんですか？私も2週間前からザリオくんのファンなんですよ。は？お前もザリオタン？いや、マジ、2週間ごときでわかんねえから、マジで。私もジュニアの頃から応援してっから。あ、マジ、無理無理無理。2週間で良さわかるようなやつはマジ顔だけだから、無理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 。ブスには強気、美人には弱気。ブスの場合。いやー、久々の現場マジ上がるんだけど、ゲロヤバなんだっけ。え、何？あんたもザリオタン？マジ、近寄んないで、マジほんと無理無理、近寄んないで。美人の場合。いや、もう久々の現場、マジ楽しい。私もザリオタン。進学した時に、その学校に同担いないかチェックする。ねえ、見て、花太郎ちゃん。私最近ね、文房具全部面からの赤にしたの。ザリオくんの赤なんだけど。他赤いないよね。赤いないよね。同担と分かった瞬間、冷たくなる。え、あなたも海水浴大好き、好きなの？え、マジ？嬉しい、私めっちゃ好きなの。ザリオタン、あんたは？私もザリオタンなの、一緒だね。あ、一緒だね。一緒だね。ね、仲良くしてね、仲良くしてね。謎にマウント取ってくる。あ、へぇー。あ、あなたもザリオタンなんだ。へぇー。あ、そっか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 。まあ私ね、結構、3年前から知ってるけどね。あ、私4年前から知ってるし、なんならあれだよ。うちのいとこのお姉ちゃんの先生のおじいちゃんのおばあちゃんのあの猫と同級生だからね。は、私ファンサもらったことあるし。8回。推しについてはどんどん知ってもらいたいけど、推しちゃうとか言われると、ちょっと、同担拒否。いや、ほんとザリオくん超おすすめだから少しだけ見てみて。ほんと少しだけでいいから。次の日。え、マジザリオくんやばいんだけど、ほんともうハマった。推した、推した。あ、見てくれたんだ。ありがとう。いや、ともにバレると、理解不能って言われるか、呆れられる。昨日のザリオくんのエルステ見た？ほんとやばくなかった？ダンスキレキレじゃなかった？いや、マジやばかった。あ、そういえばね、隣のクラスの花毛ちゃんね、あんた同担らしいよ。仲良くすれば？いや、いいよ、私、同担拒否だから。え、あんた同担拒否なの？やめときなよ、もう恋愛叶うわけでもないしさ。いや、別に叶うとかそういうことじゃないんだけどね。同担でも、この人はいけるなっていうのが謎にある。いやー、昨日のエルはマジ良かったんだけど、ほんと、もう美術最高なんだけど。一緒？あ、一緒？同担？同担とは多く語らない。いや、ほんと昨日の海水浴図たまんなかった。ねえ。ねえ。推しのうちわの枚数で比較。いや、マジ現場楽しみなんだけど、どのうちわ持ってこっかな。ほんとどうしよう。私48枚あるんだよね。あんた何枚？同担を見つければわざとアピールする。いや、マジ海水浴図のウニ食べ放題めっちゃよかった。え？あの子もザリオタンなの？いやー、ほんと昨日の海水浴図のウニ食べ放題、ほんと美味しかったよねー。同担拒否してるタタンと繋がりたがる。いや、私最近さ、海水浴図をしてんだよね。でも同担拒否で、あの、ザリオタンなんだけど、あんたは？え？え、なんなの？あんた同担拒否なの？私、海水浴図のカニ味噌の同担拒否、イエーイ。トリマ同担睨む。うわ、もうあと3時間でライブ始まるじゃん。もうサイゼのミラノフードリア、もう4杯食べちゃったよ。私、どうし、〇〇の嫁みたいな名前にしがち。いや、久々の現場超嬉しいんだけど、同伴の子いるかな？いた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 ！長瀬の嫁ちゃん、イエーイ！申し訳ないけど、同担見るとブロックしてしまう。やっぱり TikTok に流れてくるザリオくんの動画はたまらんたまらん。いや、ここじらせー。ブロック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 。ブロサクブロサクブロサク。ライブの時に隣に同担いると、ファンサー争いが起きる。同
ボタンの服とか髪型を見て推しのタイプと比べる。いや久々の現場マジ上がるんだけど、やばもうほんともう鼓動今600、あ毎分600な。何あの子も同担。いやもういやザリオくんザリガニの手袋はめてる人が好きって言ってたから、あんたそんな軍手じゃ無理よ。はい、ということで、同担拒否あるあるでした。もしね、これ以外にも同担拒否あるあるあるからねって方は、ぜひコメントでお願いします。そしてこんな感じでね、オタクに関することやジャニーズに関することのあるあるもよくやっておりますので、このあるあるやってよってものがあったらコメントよろしくお願いします。ということで今日の動画でした。こんな感じで普段は、キンプリに関することやジャニーズに関すること、オタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますので、ぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも、Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。ということで今日のザリガロでした。またね。バイバーイ。